Area's clear. Alright, move out the evac teams. And keep an eye out for tangos. Solid? Alright. Fully loaded. よし、皆さん、セグッツナイトです。ちょっとレビューを久しぶりですけど、今日の特別のレビューは、このアップスコア、Force on Force Mandible。これは、だいたいトレーニング用の、まあそのスイムラウンド、そのペイント入ってるの、9ミリの弾と、まあ、それは絶対止まるから、サバゲでも簡単に使いますのやつですよね。ちょっと暑いからちょっと準備しようか。ちょっといい？あ、じゃあ今日のレビューもよろしくお願いします。このマンドブルはだいたいエアフレームとかレール使ってるのはアップスコア、メルタインとかエアフレームとパスケットできるかな。でも ACH といろいろはこのレールあればだいたい使いますのやつですね。うわふぅ、ちょっと暑いですけど。だいたいこのプラスチックのやつのは、こっちとか、こっちの方で、このメッシュがよく玉が守るですけど、このフォームも入れるのやつで、ちょっといい感じですよね。じゃあ、エルメットでは、こっちがちょっと薄い、細いですけど、ちゃんと硬いと、こっちは歯とか口、鼻が、壊れやすいのやつがちゃんと弾から守るですね。ここ顎に当たったらこのパーディングが守るけど、この耳がこのクロスだけに守る。全部はヘルメット同士にマジックテープで締めるですね。これでベントがないですけど、このステップインバイザーとかいろいろゴーグルの使うの時は、クッキーは出る時にちゃんと上がるとゴーグルにちょっとこもってるじゃなくて、でもよくなんとか水みたいのパパパパパの感じがすぐに入れるですから、それでこのガスケットも取ったらちょっとクッキーでもっとあまり問題ないになるんですけど、まだ暑いの時はちょっと大変ですね。でもトレーニングのため全部は近くであまり問題ないと思います。じゃあこれちょっと上がったら使うの時はちょっとだけこれで邪魔になるですよね。さっき拳銃に使ってるの時に、なんとかユナティライザーとかなんとか銃から上がらないと、ちょっと大変ですよね。これで、ストックはこっちにぶつかるから、ちょっとだけでも、サイトがまだ綺麗に見えます。この G33 のマグニファイアは、ユナティライザー使ったら、まだそのままで使えるですよね。でも、持ってないの人は、ヒップファイアだけのレーザーが持ってないとよくできないと思うですよね。でもスイムラウンドはそんなに遠くいかないから、そのポイントシューティングでも大体大丈夫と思います。ふう、本当に暑いになった。もっと前にレビューやったらが良かったんですけどね。じゃあ中の感じはちょっと気になるの人に話します。そのクリップを取って一発にかっこいいの感じで取れるですよね。マジックテープとかこのフレーム、ゴーグルはそのままで使いやすい。でもちょっとよく見たらちょっと濡れてるの感じ。最近雨が降ったみたい。でもそれは全部胸から出したのやつ。すぐに汚いになるんですから、暑いの時はちょっと使いづらい。すぐに見ないになるんですから、それをちょっと気をつけて。こっちはベントあれば問題ないけど、ベントはちょっと弾壊れやすいとか、それはあまりできないみたいですよね。中のパーツ、これを取って、一回にこれを取って、そのままで見たら中にもよく見えるし、もうビューが悪くない。ちょっと下のマガジンが使ってるの時みんなガスマスクの感じるで、ちょっと下が見えないけど、
動きやすいから、ちょっとダウンアップと、あまり邪魔しないのやつですよね。その、サイトだけの時です。もうよく守る。耳のマイクセットとか、シューティングのヒアリングプロテクションは、ちょっとオーバーに使えるんですけど、ちょっとこんな感じになるですよね。あまり問題ないですよね。でも、ちゃんと気にならないと、このマジックテープがちょっと後ろに外って大丈夫です。その以外には、まあ一回取りましょうか。中のパーツに見れる、見ましょうね。日本語のレビューちょっと久しぶりですね。ああ、今日も暑いと。暑いの日は日本語よく覚え出せない。トレイルの時はこのレールからそのままでこのナブので中に入れるとそれでロック。でもトレイルはあまり問題ないです。まあ一つのやったら問題ないけど、もう一つはちゃんと難しい。OK。じゃあこの中に見たら、そうこちらで、この二つのナブので、それは、レールにロックするとそれで動かないし、これはまたゴーグルのマウンティングをできますよね。このカバーの方がそのままで、マジックテープでこっちのポイントを、このサイズのアジャストの時はこれは4つがあるんですけど、2つだけが使える。僕はだいたい M サイズ真ん中の方でこれが使いやすいですね。オーバーマジックテープ、これはちゃんとカバーと、中には何が入ってるを見てみろか。これを外してと、こんな感じに。このネジはだいたいヘルメットと同じみたいなネジとか、このマウントみたいですよね。ふぅ、本当に暑いな。手袋もちょっと邪魔ですけどな。まあ、ピッグが悪くないですけどね。まだ動きやすい。これも外して、カバーはそのままで。と、セッティングはだいたいこんな感じだけですよね。その、なんとかメッシュがないの時に、これで下がると、この感じとか、この前には前とか、もっと前に出したら、シートはもっと見づらいと、もっと邪魔ですけど、クッキーがもっとゴーグルに外れと、もうちょっと綺麗に見えるゴーグルで、もっと前の方がいいかもしれない。だいたいこれが悪くないですね。これはちゃんと守る。オプスコアのこっちに書いてるさ。と、そのままで壊れづらいですから、いろいろから口で守る。こんな感じです。ピュー。ちょっとオキブリの顔みたいですけどね。と、それより、こっちのメッシュの方で、これが普通、その横みたいのですけど、この中には黒の場所は実はポケットみたいですね。その中にはこのメッシュのやつがいっぱい入ってる。洗濯機するの時に簡単に取れると新しいの入れるとかは簡単にできます。これは2つの上のとか下とか、下は一番真ん中にと、それからオーバーは上からちゃんとクリップして、この首守るは、あるので、そのままでこっちから取ったら、外して、それでこの顔だけに守る。でも、首になったらちょっと大変ですけど、みんなは仕事を守ってください。だいたいそのことだけでしょうね。この方で、one size fits all. Mandible neck guard. みんな、全部がこっちによく書いてますよね。トヘルメット使いの時、そんなに簡単でしたね。それで、ここがいっぱいトレーニングしてるでしょ？みんなよく毎日筋トレとかいろいろしてるから、これが汚いになる時に洗ってと、それからそのままで簡単で戻せるようね。とりあえずマジックテープを開けて、この下の方で、口を守るはこのポケットに入れるですよね。こっちに。ピシピシュ、ポケット。入れて、カバーして、OK。それと、横にも、テーブルに使ったらもっとやりやすいですよね。ずっと立ってるので、ちょっとだけ時間かかると、
大変ですよね。この2つに分けて、この2つに、ああマジックテープ、テープマジック、マジック大体魔法ですよね。魔法まで付きじゃないよね。この小さいのスロットには入れたら問題ないです。あでもちゃんとサイズにしたらとやりやすいので、もっと真ん中の方でちょっとタイトとかちょっとルースは自分で決めるものです。でも何でもかんでも安全第一、工事用の安全第一、毎日用の安全第一、皆さんは安全運転してください。携帯も見ないで運転したら、ただの乗ってるのパッセンジャーなれば携帯見るは問題ないですけど、みんなの安全のためにちゃんと安全運転してください。よいしょ。だって英語の言うことは An ounce of prevention is worth a pound of cure、 つまり問題から守ってと気をつけて安全でやったら、その直すの時間お金とかちゃんと高いといっぱい時間かかるので、それより安全したらそれにならないですよね。だいたいパパーン、そのままでヘルメット入れるの時はつかないで、つかないでじゃなくてな、つかないでかな、つかまえる、まあくっついて、くっついて、くっついて。日本語、皆さん日本語本当に難しいですよね。単語がさっき思ってない。でも単語はもともと単語ダンスだけじゃなくて、単語はフェネティックアルファベットの T と、単語はもっと使えるテロリスト、それでパンパンパン、タンゴダウン、テロリストをやっつけた。つまり、まあ、皆さんそれがもうよくわかるんですよね。それこれはちょっと時間かかるから、いろいろ別の話しないとつまらないのビデオ動画になるんですよね。じゃあパパーン、そのままで簡単です。使えるの時はこれを外してもいいですけど、そのままでちゃんとセッティングしたらあまり必要ない。コンブセットが使ったらこれが取れると、マイクは中に入れるとそのままで問題ないですよね。それをセッティングしてそのままでセットを使えないと簡単にできますよね。とキャンフィットが超使いやすい、ヘルメットがあまり動かないのためでしょうね。我慢、イエーボーイ、はい。それとヘッドセットをクリップしてチェックして OK、 ババーン、ダダンダンダダンダランダンダランダランダンダラン、 OK。 続けましてゴーグルセットを食いついてセッティング、それも綺麗にできると、なんとかその吹きのマイクロファイバークロスに使っている時に、なんとかマグネット、自然言葉覚えてないの、マグネットはクロスに入れてパチンパチンすればとチキ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 簡単に取れるなしでもできるでしょうね。こっちから丸いのパン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 チキチキの感じですよね。じゃそのままでつけて、OK、準備 OK です。つまりですよね、本当に熱いマガジンウイスキーが最強だね。うん、マガジンウイスキー、宝物のマガジンウイスキー。そのままゲンジも取ってセッティングして、ただオッケー。じゃあリビューは大体この感じですね。話が本当にそんなに多くないけど、中には何があるとか気になるの人はちょっと説明しましたよね。じゃあみんなもし質問あればそのままでコメントでやって、でも本当にはアメリカでも本当に高いのやつですよね。大体セールなしの時はもっともっと3万円ぐらいかかるですね。サブゲーはちょっと、サブゲーのだけのためはちょっと高いですけど、その10なのか1000円の
メッシュマスクでも大体大丈夫です。でもそのメッシュは大体安いの中国のやつ、これは 100% Made in America。 Made in America。 じゃあレビューは大体そのままで終わりましょう。じゃあ皆さん、レビュー楽しみでありがとうございました。とまた今度のビデオと、本当にコロナウイルスがすぐ終わらないと全然騒げできない。でもそのままでターゲットのシューティングはまだできますよね。これはターゲットが弾が戻らないんですけど、まあ安全第一。じゃあ皆さんお疲れ様です。じゃあまた次のレビューですね。今度に騒げしませんか。バイバイ。